ウィンリゾーツリミテッドは2002年に設立されたネバダ州パラダイスに本社を置く統合型リゾートの上場企業である。2018年現在同社は4つのリゾートを運営している。同社は世界の独立系ホテル企業としては最多の5つ星をフォーブストラベルガイドで獲得している CEO はマット・マドックス。スティーブ・ウィンは ミラージュやその前身となる会社を1973年から運営した後、2000年にミラージュリゾートを MGM グランドに売却することに合意した。ウィンは同年にその次の合弁事業の基礎を作り上げ、2億7000万ドルでデザートインを買収した。ウィンはユニバーサルエンターテイメントの日本人を万長者で、ある岡田和夫と早期にパートナーになった。そして、 ユニバーサルの子会社であるアルゼ USA と共に、ウィンはユニバーサルエンターテイメントの半分近くの株式を支配した。このことにより、ミラージュの時のように、ウィンの多額支出への措置として、外部の投資家が会社をコントロールすることが困難になった。2002年、ウィンは同社を公開し、その発展を監督させるために、投資銀行家であるロナルド・クレーマーを、 社長兼取締役として就任させた。2002年10月25日、ウィンリゾーツはナスダックで新規株式公開を行った。2005年4月28日、同社は最初のプロジェクトであるウィンラスベガスをオープンした。2004年6月28日には中華人民共和国マカオ特別行政区で第2のプロジェクトであるウィンマカオが着工され、 2006年9月5日にオープンした。ウィンラスベガスの1周年記念である2006年4月28日には、ウィンラスベガスを拡張する形でアンコールをオープンした。2010年4月21日、ウィンマカオにおいてアンコールがオープンした。ウィンは個体地区に5 2ーカーの土地を購入し、2016年3月25日に、 ウィンパレスのオープンを予定した建設が2013年に開始されたが、全体的な建設の遅延により、最終的なオープンは2016年8月22日であった2012年2月には、フィリピンのペイグッカーシティ開発の一環として、当社のカジノをオープンする計画が持ち上がった。しかし、フィリピンのゲーム産業の腐敗を理由とし断念する。 ウィンリゾーツの株式保有者であり取締役員の一人である岡田和は単独で計画を実行することを決断するがこれが元となりウィンリゾーツとのパートナーシップは破綻したこの一連の出来事は相互に腐敗を告発する公開葬儀に発展したウィンと他の役員はウィンラスベガスのラグジュアリースイートでの無料宿泊を含む11万ドル以上の恩恵を フィリピンのゲーム規制当局に賄賂として渡したとして、岡田を告発。一方の岡田は、ウィンリゾーツの1億3500万ドルに及ぶ、マカオ大学への寄付金の妥当性に疑問を呈した。最終的に岡田は2011年10月に、副会長を辞任し、同年の2月にフリーグループインターナショナル、ソリューションズの調査の結果、岡田に対する告発が確定される。 その結果として、ウィンリゾーツの役員会は、あるぜ、USA に30%近くの割引地で、ウィンリゾーツの株式を売り戻すことを強制した。あるぜ、USA は19.7%の株式を保有する最大の株主であった。2014年9月17日、マサチューセッツ州ゲーム委員会は、16億ドルをかけたカジノを、ボストンの北に位置するエバレット市に設置するという、 ウィンリゾーツの提案を承認した。2016年12月14日、スティーブ・ウィンはこの夏までに所有しているウィン・ラスベガスの4748の客室すべてにアレクサシステム搭載のアマゾンエコーを導入することを発表した。このような装置の導入は業界初となる。2018年2月6日、スティーブ・ウィン氏が CEO を辞任し、 マットマドックス氏が公認として就任した。2018年6月にウィンラスベガスでソーラー施設の稼働を開始した。本リゾートはウィンラスベガスのピーク電力需要の75%をまかない当時のラスベガスリゾート中で最大の再生可能エネルギー利用比率となった。2018年12月にウィンリゾーアッツデベロップメントジャパン合同会社を設立した。また、 2019年夏に東京都千代田区丸の内に日本事務所設立を予定していることを2019年3月に発表した。2019年6月23日に同社を代表する都市型 IR リゾートとしてアンコールボストンハーバーをマサチューセッツ州のエバレット市に開業した。ラスベガスアンコールの開業は世界的な景気低迷と時期が重なった。 そのこともあってか、97台のテーブルに加え857台のスロットマシーンを備えた新リゾートだったものの、リゾート全体の収益はアンコール開業前を下回った。2009年第一四半期には、マカオ事業の純収益は4億4870万ドルへと減少した。特に VIP テーブルでのゲームが大幅に減少している。このような状態の中、 ウィンリゾーツは世界的な景気低迷下で大量解雇を行わなかった唯一の統合型リゾート事業者であった。その後、世界の経済の回復とともにグループ全体の事業は回復の兆しを見せた。2017年 CNBC が伝えたところによるとウィンリゾーツの株価は年間44%上がり、ウィンマカオは現地のトップ企業の一つとなっている。 また、ウィン・マカオの2018年12月期の営業収益は16.3%増の395.9億香港ドルとなったと報じられている。ありがとうございます。